私は敗者復活の時にケミさんにお前は足さえよっていう風にして採用していただいたので、今回パリを歩いて足だけじゃない、一番の出会った中で一番のモデルだということを証明させてみせます。私人前で話すのがとても苦手で、普段のモデルのオーディションだとウォーキングして以上みたいな感じが多いので、あんなに自分の意見を発するっていうことが新鮮でとても緊張しました。私は普段からアルバイトをしながら生計を立ててるんですけど、モデルのお仕事だけで食べていけないのでなんですけど、そのアルバイトばっかりになってしまったりとか、そういう時に自分に心に余裕がない時に、そのインスタグラムとかで周りの同じように上京した子たちとかをいい仕事をしてるのとかを見ると、すっごくやっぱりモヤモヤしちゃって、もう何も悲しいこともないのに自然とホロホロと涙が出てきてしまったりとか、それがすごく辛い、モヤモヤした毎日をずっと送ってて、なので自分に自信が持てずに、いつも常にマイナス思考で、もう本当に面白くない自分でこの最近はいたと思います。できないことからずっと目を背けていて、もう口癖が何々やからとか何々やからでもとか、すごく否定的な、その否定の言葉から入ってしまうことばかりがあって、で自分の殻に閉じこもってしまってネクラな自分になってしまったりとか、物事の原因から目を背けて言い訳ばかりしてしまっていました。湯川美優の友達のアミです。私から見た湯川はですね、酒めっちゃ強い。これは言ったら怒られる。あの子ね、ハイボールメガサイズで頼むから、おーすげえなって、おつえーと思って一緒に飲んでます。作品とか、お仕事の上がりとかを見てると、かっこよかったりクールやったりっていうイメージの作品が多いんですけど、実際のミユは優しい、話聞き上手やし、あんま褒めすぎるのも良くない。また飲みに行こうな。バイバイ。頑張れよ。私は今回パリを歩いて、この世界は素晴らしいということを心から感じたいです。リア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